おはようございます。9月の17日旭川東横インを出発しまして、一路稚内おとん類発電所ナシャップ岬宗谷岬行ってまいりたいと思います。それでは出発します。綺麗ですね。綺麗な花が咲いています。綺麗ですね。240キロで憧れの宗谷岬です。240キロ頑張りましょう。約6時間の行程を見込んでおります。すごいです、すごいです。それではゆっくり行きましょう。お、動物注意、鹿です。鹿のマークがついております。動物注意、ススキも生えてきました。ススキも生えてる秋です。旭川北からなんと稚内へ行きます。ピップ町です、ピップ町です。ピップ、いちごとスキー、いちごとスキー、ピップ町サムドホッペロ、もう一枚きな感動なやろ、なやろです。ピップ町のやろ。はい、ワッサムインター、ロードワッサムインターを過ぎたところです。本当にワッサム、ワッサムよ。あ、ワッサム、ワッサム。以上でした。のどかな風景が届いております。のどかな風景です。東山スキー場、綺麗なところです。15分時間がゆっくりできます。高速道路はありがたい。おー、のどかな田園風景が出てきました。のどかな田園風景出てきました。おお、トラクターもすごい、すごったトラクター。おお、北海道でっかいどー、すごいどー。なんと剣淵、剣淵、剣淵町に来ます。トンボアタック、トンボアタックです。トンボアタックでした。北星市別の郵便局です。はい、手塩川です。手塩川を通っております。40号線です。
上標津です。上標津、綺麗な鎮守様、俺の森の鎮守様。電車に八重をしてみましょう。電車に八重、あの自転車八重返ししてくれるでしょうか。おお、頑張ってるわ、頑張ってる頑張ってる頑張ってー八重見事に返してくれました。八重返しでした。自転車で北海道を一周してる。おー、電車が来ました。電車が来ました。何でしょうか、これは。ヘッド。おー、綺麗な電車来ました。綺麗な電車来ました。これは飛ばしてはいけません。ここはやばいとこです。飛ばしてはダメです。やっぱり分かりませんから、変なことして変なこともあったら、北海道みのりの秋です。北海道みのりの夢ぴりかでしょうか、夢ぴりかでしょうか。東風連町です。アタックです。稚内まで175キロ、稚内まで175キロ。高速です、高速道路です。無料高速です。最高速70キロです。東映1号線です。稚内まで171キロ、稚内まで171キロです。とうとう170キロまでになってきました。ゆっくり行きましょう、ゆっくり楽しみましょう。慌てても仕方ありません。名寄北です。名寄北。おお、緑の秋、緑の秋、北海道。緑の秋です、北海道です。知恵文です。リブカ、知恵文です。おー、白樺、青空に並み飾り、拳咲くあの陰りの川でしょうか。手塩川です。三深大橋です。手塩、稚内まであと150キロ、遠い稚内150キロ。お、稚内あと146キロ、遠い両方こと三深アイランド、ビッグアイランド。
リフカアイランドです。リフカアイランド、リフカ、リフカアイランド、超ダメかな。八重いただきました。3発目の八重八重いただきました。八重八重いただきました。おとん類郵便局おといね。わっかない左です。わっかない浜ポンです。わっかない、もういいです。天気もいいです。最高や北海道、最高や最高や、綺麗で北海道、天気もいいぞ北海道、花も綺麗ぞ北海道、イノシシ